どうも、皆さん、こんにちは、ピンオニジコです。皆さん、あの、ライフハックってやってます <laughs> あれ、やるって言うのなんか、さっきウィキペディア見たらさ、ライフハック、最近だとその、生活を豊かにする知恵みたいな意味があるみたいなことも書いてあったので、まぁ、あ、ちょっとね、皆さんにお聞きしたいんですけど、はい、やってますかね。まこれ、深夜に撮ってて、あの、正直私、あの、アデモネネ・ネスブルの4巻、 を読みたかったんですけど、ちょっと睡眠時間の確保的に、あの、まあ、この動画を撮るか、姉もねを読むか、あの、二択になって、なぜかこの動画を撮るってことを選択したんですけど、<laughs> よろしくお願いします、まあ。というところで本日は、私がね、皆さんにちょっとしたね、こう、生活を豊かにする技術っていうのをお教えしますので、はい。ぜひとも皆さん使ってみてください。はい。まあ、この効果をつ、この技術を使うことでね、えー、どんな効果を得れるかっていう話なんですけど、まあ、 えー、普段の生活でスマートフォンを見るたびにちょっと揺りが見れる。まあユじゃなくてもいいんだけど <laughs>、まあ。そんな感じになっております。はい。まあ、じゃあ何かっていう話なんだけど、まず用意するものを、えー、ご説明しますね。まずは写真の撮れるスマートフォン。 写真が撮れないスマートフォンがあるのかわからないけど、写真が撮れるスマートフォン。あの、私はこれですね。いつものこの、いつも私が使ってるこの iPhone7。100円ショップのね、このスマホケースに入れて、ね。<laughs> やっておりますが。で、これと、あともう一つ。好きなコマがある漫画を一つご用意ください。今私が使ってるのはこれですね。北川五冠。この画角あれだね。 昔の YouTube の開封動画みたいなの隠してるね。遊戯王とか。<laughs> そんな感じのね、この5巻ですけれども。じゃどうするのかって話なんですが、その好きなページを写真に撮って、えー、ホーム画面にして、あ、録画面にしてみてください。まあホームでもいいんですけど、録画面にしてみてください。するとですね、いいですよ。<laughs> あら不思議。スマホを開くたびに、ユリが見えるって。<laughs> やってる人いるかなね。 本当に。ちなみに私があの、これ今ね、この缶で使ってる、えー、ところなんですけど、あれですね。188ページです。はい。ま、あの、ちょっと持ってる人見てみてください。はい。<laughs> 持ってない人のためにお話しすると、188ページっていうのは、まあ、その、ね、ちょっとお話がね、だいぶこう終盤のお話の山というかね、 まあ、この作品の、まあ、最後を書いてる場所というところですかね。まあ、最後、実際に最終コマではないんだけれども、あの、本当に、結、最終的にこうなったよっていう、あれを書いてるシーンなんですけど、えー、いいですよ。ちなみにコツなんですが、普通にまっすぐ取るんじゃなくて、ちょっと斜めにすると、 臨場感あふれます、まあ、正直そのその、ま、漫画のページを今録画面にしてるので果たして見せていいのかっていうところが微妙なラインなんでまあリスクは避けていこうというところで何も見せないんですけれども <laughs> ありがとうございましたはい終わりです <laughs> まあね最近あの私あの西部のね外国人大妄想大会とかやってねちょっと登録者結構ね実は着々と増えてるんですけどまあその増えた方はびっくりだよね 急になんかわけわからん。この人なんか登録者覚えないと思ったらあの人だみたいな。<laughs> あの、外国人妄想してる人だってなったらね、すごい嫌なんですけども。あの、こういう動画もあげますけども、野球もしっかり上げますから、解除はしないでください。というところで、ありがとうございました、えー。チャンネル登録もお待ちしております。バイバイ。